高路線の御法っていうお着物と、こちら一応雅子様が結婚の時に着てらっしゃった衣装もして作ったものなので、去年はすごくあれ出ましたし、特徴的なお人形かなっていうふうには。近年やっぱりちょっと何か特徴的なというところで、そういったものも出てくる。見ると衣装市松模様にはなってます、うん、で一応 IOC とか JOC の許可も降りたものにはなってるので、うん、みたいっていう方と関われてたりします。